今ですね、どこにいるかというと、インドのデリーにいます。本日2016年の3月の23日、水曜日でございます。で今、観光庁街に今歩いているところなんですけど、デリーのね、国会議場であるとか大統領官邸。で、そこから、ヒッチハイクをしてですね、インド門の方まで行くところでございます。インド門。第一次世界大戦でね、インド、まあ、その時はイギリス領土だったんですけど、イギリス植民地だったんですけどね、独立するためにですね、イギリス軍と一緒に戦ったわけですけど、まあ、その時にね、独立を一応ね、頼んだわけですけどね、その後ね、戦勝国になったイギリスに、結局イギリスから独立を許してもらえなかったわけですけど、第一次世界大戦で1万4000人ぐらいのインド兵の方が亡くなってるわけですけど、その人々が祀られているところでございます。で、そこのインド門に行くとこですね、こういうふうに池みたくなっててですね、ここでボートを漕いだりとか、あとは綺麗になってます、この、まあ、こういう公園になってるんでね、こういうところで休んだりすることもできます。人々の憩いの場になってます。お花も植えられてて綺麗ですね。この花とかなかなか綺麗じゃないですか。結構綺麗ですね。ムンバイと比べてもなんかね、結構綺麗な感じがしますね。